1953年、相模道子は日本の女優、俳優月田一郎と女優山田鈴との間の一人娘、京都府京都市出身、相模女子大学文学部中退。1952年9月、東映に入社し、相模道子の芸名で女優デビュー。デビュー後、すでに離婚していた母、伊鈴と十数年ぶりに対面したが、しばらくの間、 母を山田さんと呼んで周囲を驚かせたと言われる。1956年に松竹遺跡。母、伊須津ゆずりの妖艶内ロケと演技力で人気を得た。1962年、俳優の岡田増美と婚約したが、結婚に至らず2年後に解消。その後、金銭トラブルや薬物中毒などたびたびトラブルを起こし、芸能界復帰と失踪を何度も繰り返した。 俳優の森美希とのラブロマンスもあったが、森のガス中毒による急死により、悲劇となった。1992年8月19日、滞在先のタイのバンコクで、蜘蛛膜下出血のため死去した、57歳ボーズ、瀬戸内春美の小説、女優は、佐賀をモデルにした作品である。1958年製作、映画、メギツネブロにて、お光役の佐賀道子。 同写真の男性役者は、目明かし役を演じたお光の婿、市川雷蔵。ありがとうございます。